皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月の28日、13時46分なんですが、自分のホームページをここ最近、いろいろ各業、だいぶまとめたりとか、そういったことをしてるんですけども、その中で、以前記載した内容と違う内容にサイバー攻撃を被って、石油の残存量など、嘘の内容に書き換えられていました。石油の残存量に関しては残り69年分というのは私が20歳ぐらいの頃ですね。ガンダムの、創始者といいますか、原作者の富野さんの、現役の頃が、残り80年分ぐらいだと。そういうふうなことでした。で、2011年のデータで、残り59年分、2022年のデータで、世界的に技術採掘可能埋蔵量は54年分であると。年々減ってるんですね。これをもうずっと先々まで掘っていく分を、考慮して計算を出しているのであって。で、ロシアの方が今一番、深く掘ってるということで1万5000メートルということになってるんですが、インターネット上ではそうなってます。で、これは世界国勢税の方でもしくは、別の本を新たに作ってでも、その世界中のね、金属の採掘地点や石油やガス、石炭、ウラン鉱の採掘地点の深さを、表記してもらう、もの、深さ一覧表、世界各国のですね、そういったものを、本を出してほしいということを要望しています。今回動画にしたのはサイバー攻撃を被っていたので、文章の方だと。それで動画で、エネルギーの残存量に関して申し上げておこうと思いました。天然ガスに関しては残り49年分で、基本的に石油の揮発したものが天然ガスの7割以上を占めます。地面の底で、中でね、放っておいても揮発します。で、ガス化します。で、石油の採掘をしているときに一緒にガスの採掘もしている状態で、その油田が枯渇したところがガス田と呼ばれているような形ですね。で、海底の方は、人類が今のところ一番深いところで1800メートルのところから、石油などを採掘しています。だから昔の尖閣諸島のあたりに1万2000メートルか5000メートルの海底のところに、イラクかイラン並みの、油田があるなどという話がありましたけども、誰もそんなもの確認できないんですよ。そもそものところで。で、その場所は、そもそも採掘のしようがないと。こういうふうなことになってくると思います。海底に基地を作って、アイアンドームと呼ばれるようなものをですね。そこの、その、1万2000や5000の地点のその水圧に、要するに、上から1万5000トンほどの、水圧がかかるわけであって、それに、耐えれるようなものを作れるかっていうと、かなり無理があると。海の上からの浮体式の、その、海底油田の掘削機に関して、僕も、そのあたりは詳しい知識はないんですけども、その深く掘ろうとしたときに、長さがやっぱり長くなるわけじゃないですか。例えば1万5000メートルだったら1万5000メートルの長さが必要になってくると。相当な距離じゃないですか。じゃあ波が揺れたりしたら、その金属もね、剛性と柔軟性があって、ある程度、ブレたりすると。で、その1万5000メートルのそこまでで、波があるのは上の方だけだったとしたとしてもですよ。かなり持っていかれるじゃないですか。じゃあ、まっすぐに掘れないじゃないですか。そもそものところで。だから海底のそのアイアンドームというような形になってると思うんですけども、あとは石炭に関しては、残り100年分ぐらいであると。特に日本はエネルギーの輸入国ですから、大半の石油やガスを海外から輸入させていただいてます。そこから輸入が止まってしまうと、物流や発電所も、多くの発電所が止まって、物資の運搬等もできなくなります。
ということはスーパーマーケットに食料が並ばなくなる、多くの人が死ぬと。まあ、こういったことなんですね。だから命の危険に関わるものであって、それに向けてしっかりと節約の部分でも対処していかなければならない。というわけで、自動車の生産量に関しては、世界中どこの国も、どこの自動車メーカーも100分の1まで減産すると。あとは中古車を販売しておくと。で、まあ、テレビとか政府から広く訴えかけて、みんな電車バスにしてほしいと。で、まあ、通勤手段としてどうしてもね、あの山の中とかに、仕事場がある人は、それはもう車で通勤するしかありませんから。まあ、そういった人たちだけでね、あとの人は、まあ、電車バス等で、できるだけ移動すると。まあ、そういうことですね。あとは、そうですね。まあ、これぐらいにしておきます。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。着信通知の設定と、チャンネル登録の設定よろしくお願いいたします。それと、まあ、身の回りの方にですね、僕のホームページ見てもらった方がいいよというようなことを呼びかけていただいて、まあ、テレビのニュースに関しても、まあ、何回も何回もね、何年も前から同じものを放送しています。で、そういったことも指摘して言ってますので、まあ、その辺考慮して、テレビのニュースとかご覧になっていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、災害情報とか重要なんで、まあ、その辺のところは、まあ、方法は嘘はないんですけども、まあ、着信通知の設定などは、自分でもし分からなかったら身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいて、ご対応していただけたらなと思います。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。